で、こう、ドットが入っていて、立体的な感じとか、で、ナスのこのソリソリ感がまた、うん、涼しげなね、感じで、お城がピンクになってて、すごく、うん、可愛くて。4色あるので、ね、私だったらどれがいいかな、って考えながらです。こんにちは。こんにちは。佐藤繊維チャンネルです。今日は M&強化の配信です。今回は新宿高島屋の助橋と木内と情報は小関です。3人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。なりましたね。しましたね。はい。4月で、うん、だいぶ、はい、暖かくなってきたところですけれども、はい、新作のね、ワークイースを紹介したいと思いますね。はい、ですね、その可愛らしい感じです。そうですね。はい。ちょうど胸のところにね、球体が入って、はい、じゃあまずワークイースの紹介をしたいと思います。情報お願いします。はい、お伝えいたします。ドットフラワー5分袖ニット使いワンピースです。お色はキューチさん着用がピンク、そして真ん中がライトグレーで、はい、ありがとうございます。付け橋さん着用がブラック、こちらの3色展開です。おサイズは1と2の2サイズ展開。お値段は税込みで56,000、失礼いたしました、お値段は税込みで56,000円です。すごい綺麗なね、本当で、ね、本当ですね。お花の色もね、なんかちょっとこう、なんだろう、いろんな色を使っていてですね。はい、で、糸でこうドットが入っていて、立体的な糸がポンポンポンって入っていて、キュースさんのだとちょっと分かりやすいかな、はい、ちょっとこうね、プチプチってポコポコしてます。はい、ね、そこにお花柄があって、ね、形もちょっとバルーンのような、そうですね、ちょっと前がこう両サイドが下がっていって感じですよね。はい、ちょっとね、こう後ろもいいですね。はい、すごいゆったりして、ゆったりして、肘もね隠れるから、はい、なんか安心な、ね、それだけですし、そうですね、うん、すごい着やすいです。で、上半身も和紙なのですごく涼しいというか、はい、ちょっとシャリ感もあって、シャリシャリしていて、はい、とっても涼しくて着やすいですね。襟の着も、ね、全然気にならないですね。そうですね、ちょうどいいというか、はい、1枚でね着ていただいて、はい、ね、スキャさんは今日素足ですけど、そうですね、パンツとかレギンスとか、はい、とかされていただいても、そうですね、いいですよね。まあ、今の今日も定番の着方ですけど、はい、ポケットもこうついていて、はい、やっぱりこうサイズ感がゆったりしてるので、とっても楽ちんです。軽やかです。春らしく、ね、ちょっとスキップしたね、そんな感じですよね。はい、ブンブンって感じ、ね、はい、とってもゆったりしてるんですけど、こう切り返しがあるからすっきりも見えてね、はい、そうですね、切り返しも結構いつもよりは上な感じなので、うん、ここをこう広げると、あ、いいです ね、 ね、ここの感じが、はい、うん、ゆったりしてて、すごいバランスがいいと思います。なんか自由にこうね、うん、動ける感じがまたいいですよ ね、 ね、はい、ちょっとあとこれも新しい感じで、身長差があるので、だいぶ長さがね、はい、雰囲気違いますけど、全然違いますけど、私はもう本当に長い感じです。私はちょっと膝下で、はい、でも176cmでこの丈なので、はい、高身長の方でもね、足一枚でね、着ていただけると思いますね。はい、じゃあそれに合わせてベストを、ね、はい、ご紹介してみましょうかね。はい、商品情報お願いします。はい、お伝えいたします。フラワーフレーク刺繍ショートベストです。お色は木内さん手に持っていただいているのがベージュ、そして助橋さん着用していただいているのはブラックです。あともう一色ブルーがあるのですが、こちらはちょっとサンプルご用意できませんでしたので、店頭かウェブの方でご確認ください。お値段は税込み35,200円です。はい、かわいいですね。はい、かわいいですね。
チーノベスト人気ですよね。ね、本当に人気ですね。はい、今回お花と葉っぱの形がこう入っていて、ね、はい、和紙のこのシャリシャリ感がまた、ね、うん、涼しげなね感じですよね。後ろはでもざっくりとしているので、はい、はい、とても動きやすい、うん、リブなので割と体型とかもね気にせず、そうですね、伸びがあるので、はい、ね、割とおしゃれな一枚になりますよね。どなたでも着ていただけますし、うん、はい、ね、今日ワンピースに合わせてますけど、うん、T シャツに合わせたりシャツに合わせたりと、ね、さまざまなコーディネートをすごく楽しめると思いますね。うん、ね、はい、春はね便利ですよね、こういうちょっとベストだとね、うん、何か T シャツとかに1枚足したいなっていう時はすごくね、お便利で人気のシリーズですけど、なんともオールドが、はい、いろんな、いいですし、ね、これもソーレースですからね、ここね、ね、素敵です。春はやっぱりお花っていう感じですので、はい、春らしさを、ね、はい、身につけていただくとより気分がアップすると思います。そうですね、はい、ぜひぜひいただけたらと思います。はい、はい、じゃあ次は、次は帽子です、ね、帽子行きましょうか。はい、お願いします。はい、お伝えいたします。ペイントボーダーニット帽です。お色は木内さん着用がイエロー、そして手に持っていただいているのがブルー、月橋さん持っていただいているのはブラックです。3色展開です。サイズはフリーサイズ、お値段は税込みで1万1000円です。珍しくて、はい、とっても可愛いこの色やっぱ春といったらちょっと明るめの色で、はい、はい、ですね。で、まあ、定番のでもこれも形ですよね。結構深めな感じで、そうですね、はい、はい、かぶっていただける感じです。どうですかね、後ろ後ろがピンクになってて、はい、すごく、うんうん、可愛くて、配色がまた独特でね、はい、あの里線ならでは、そうですね、どこならではの配色で、うん、本当に大胆なね組み合わせになってますけど、で、ね、春って割とじゃあ何を買っていいかわからないって言った時に、うん、小物でねちょっとこう普段の洋服だけどかぶっていただくとまた新しい感じに、そうですね、一点加えるとかなりね明るい感じになりますし、うん、うん、そしてこのシャリシャリ感がまた足の感じが、ね、はい、夏までかぶっていただけます、はい、汗が抜けるので、あの速乾性もあってね、はい、あのすごく蒸れることもなくかぶっていただけるので、うん、あのこちらはあの春から、ね、夏また秋口までかぶっていただけますので、ぜひ皆さんトライしてみてください。はい、ぜひぜひ、おすすめです。はい、はい、最後にマフラーですね、ミニマフラー、はい、ご紹介したいと思います。はい、お伝えいたします。フラワージャガードニットストールです。お色が、はい、木内さん持っていただいているのがピンクとグリーンです。そして月橋さんに持っていただいているのはターコイズと、あとブラックですね。失礼いたしました。サイズはフリーサイズ、お値段は税込みで13,200円です。定番のね、ジャガードですけれども、はい、すっごく肌触りがね、また良くて、はい、そうですね、はい、柔らかくて、はい、うん、柄がまた細かくて、はい、ね、素敵ですよね、可愛い感じの、ね、春のやっぱり、あの、なんて言うんでしょうね、軽やかさがすごく出ていて、はい、ね、4色あるので、ね、私だったらどれがいいかな、なんて、ね、はい、考えながら、そうですね、楽しんで選んでいただければと思いますけれども、うん、ピンクとグリーンも全然印象が、ね、そうですね、違います。結構グリーンはあのすごい明るい感じというか鮮やかですよね、うん、そうです、そうです、はい、赤とかね入ることによってすごい綺麗に、うん、はい、男性もまた元気が出る色ですし、ちょっと普段シンクなものがお好きって方は黒でも、はい、そうですね、はい、割と白が多めに入ってるので、うん、そんなに、そうですね、はっきりしてるんじゃないかなと思いますね、はい、ちょっとしてみましょうか、はい、どういう感じがいいですかね、こうですかね、あ、そうですね、うん、こういう感じとか、あとはなんかこういうちょっとわかんないこういう感じなのか、可愛い、ちょっと最後に、うん、
巻いていただくと、はい、ちょっとねやっぱ夕方以降まだ寒かったりするの で、ね、ちょっと首元にアクセントを持っていただいて、はい、統一感がね出てまた変わると思います。で、顔周りが華やかになりますね、はいはい、そして小さいのでね持ち歩くのにも、うん、はい、そうですよね、いいかと思います。ザクリもね小さくすって、はい、そうですね、はい、はい、試していただきたいと思います、はいはい、本日紹介した商品は M&強行を取り扱っていただいている小売店または直営店にご相談ください。近くにお店がない方は佐藤繊維オフィシャルサイトクロスイートオフでご覧ください。チャンネル登録グッドボタンもぜひお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。